7回の表のセントラルの攻撃です。ちょっとまた雨が降り始めてまいりました。西武ライオンズ球場、7回の表からマウンドにオールパシフィック阪急の山田投手、一球入魂の山田投手が登板です。これ野村さんが先ほど指摘されましたね、6勝0敗という山田投手が投げているところで逆転すれば7勝目ということになりますね。さらにまあ最多勝が転がる5分わけですけどもね。そういうことですね。バッターボックスは2番ジャイアンツの篠塚から攻撃が始まります。セントラル7回の表、まあ、公式戦の話になると上田監督は後期山田の先発ローテーションにするのか、また前期中盤と同様リリーフに回すのか、どういうことにするんでしょうか。セカンドへワンバウンド、落合よくさばいた。ワンアウトです。結局ね、我々ね、ええ、現役の時でもね、はい、打ち取られて腹の立つピッチャーがおるんですね、はあ、打ち取られてもね、ええ、もう爽やかになるそのピッチャーがいるんですね、うん、山田君なんかはね、私打ち取られてもね、ええ、あまり腹が立たなかったですね、はあ、結局ね、やっぱりマウンド態度が非常にいいんですね、ええ、なんかこの打ち取るにしてもね、はい、まあそのピンボール構えのボール投げたり、ええ、意地悪をしてくるピッチャーにやっぱりね、打ち取られると腹が立ったもんなんですね。今日は3打数まだヒットが出ていない掛布バッターボックス。落合、これで2アウトランナーなし。7回の表のセントラルの攻撃を簡単に4球で2アウトを取りました。山田投手、まあ、山田投手は日本シリーズで現助監督王貞治に逆転ホームランを打たれましたね。あの1球というのは野球生涯中忘れることがないと山田投手は常々語っているわけですが、まあ、本人も言ってますね、あの1球でピッチングが変わったって言いますかね、そうですね、進む方向が変わったって言ってますから、そういうなんかあの、プロ野球における生き方がこうだとか、プロ野球の選手生活の、まあ、いわば人生の転機の1だとか1球だとかっていうのはやっぱりいろいろあるんですね。それまではあの速い球だったわけですからね、まあ、僕らもオールスターでね、江藤慎一に1球目サヨナラホームラン打たれたりね、はい、まあ、稲尾投手から稲尾投手受けてまして、近藤和にサヨナラホームランを1球目打たれたんですね、これも、はい、それで1球目の難しさっていうのを僕はオールスターで知りましたね。あ、そうですか、ね、どうしても1球目っていうのはバッターがバッターボックス入った時どういう打ち方でどういう球を狙ってくるのか、うん、やっぱりこの見逃してくれたら今のように空振りしてくれますとある程度反応っていうのが見れますんでね、その見逃したことによって次の球が決まることが多いんですが、はい、そうして1球目こうしてくる、こういうバッティングしてくるんじゃないかという想像だけで1球目を要求してガーッと打たれますとね、うん、まあこのキャッチャーとしてはたまらない責任感を感じるんですがね。なるほどね、うん、なおこの回ライトには、平野がそのまま入っています。宮本浩二今日2つ目のフォアボール、ヒット2本にフォアボール2つ、そしてバッターに原、まあ、この山田原の対戦なんてのも面白いですね、ベテランと若手でね。そうですね、この山田の旨味を原がどのようにねバットを出していけるかという対決もなかなかこれやっぱりオールスターらしい面白さです。まあ去年原は山田から三振してるんですかね、はい、そういえば山田投手はオールスターゲームで巨人のピッチャーになかなか打たれてないんですが、原が初球をセンター前ヒット、2アウト1塁2塁。昭和46年に長嶋選手からね、ホームランを打たれて以来巨人勢、はい、巨人の選手にまだ一本もヒットを打たれてないっていう、まあ、珍しい記録はあるんですが、はい、だから原選手がこれ初めて山田から打ったということは巨人勢が、久しぶりにまあ山田から打ったヒットなんですがね。そうですね、どうですかあの野村さんね、パシックの一員としてね、対セントラルと同時にですねやっぱり対ジャイアンツという気持ちはそれはもう十分ありますよ、ね、特にパ・リーグの選手はジャイアンツの選手だけになっていく、私はまあそんな気持ちでオールスターよく臨みましたがね、はい、どうしてもまあパリーグの場合はお客さんが少ない、人気の面でまあセリーグに負けてるっていうことでね、そういう悲哀はもう嫌というほど味わってますから。ここで代打に長崎が登場です。ご覧のようなモットーを語ってくれました長崎がバッターボックスに登場です。現在3割4分4厘、
セントラルリーグバットマンレースのトップにあります長崎、10年目にしてオールスターゲーム初出場、まあ、嬉しいようなちょっと照れくさいようなというようなことも語っておりました長崎選手。今年は仙台で対中日戦にサヨナラ逆転満塁ホームランという花の技も演じました。雨がちょっと強くなりました西武ライオンズ球場、7回表のセントラルの攻撃、現在5対4、セントラル1点リード。しかしそのお話のね、野村さん、技と、テクニックということになってきた後の山田投手のピッチングというのはこれはもうあの、見ていて惚れ惚れするような感じのコンビネーションを見せますね。ただまあ、今江夏ですね、要するにこの頭でピッチングする投手って言いますかね、はい、そういう中ではこの山田と江夏、双璧じゃないですかね。そうでしょうね、やっぱりキャッチャーとしては大変に組み合いのあるピッチャーでしょうね。そうですね、まあ、私らがよく全盛期やってた頃は稲尾がそうでした ね、頭を本格派でありながら頭を使ってくるピッチャーでしたから、空振り三振、二者残塁、7回の表セントラル得点ありません。7回の表終わって5対4、セントラル1点のリードが続いております。5対5同点になって8回の表、雨の中熱心なファンが観戦中のオールスターゲーム第2戦、バッター田尾、セカンド落合、今日は落合の打球が多いです。ワンアウト。渡辺さん、はい、原選手に来ていただきました、昨日が1本で今日が2本、ヒットがよく出ますね。そうですね今あの平野選手のねバットが飛んできたでしょ。もう打球よりもバットの方に目いっちゃったですね、しかしこうなってくるとね、あとはプロ野球で初めてのホームランと、まあ、ファンは期待しているわけですが、この辺はどうなんですか、バッターボックスの中入って狙ってるんですか。そう、まあ打ちたいんですけどね、思うよりいかない。そうですね、でも去年と比べるとやはり攻守ともにこう落ち着きが出てきたように思うんですけども、そう言ってもらえると嬉しいですね、はい、今日のグラウンドコンディションはどうですか。まあ最悪じゃないですか。昨日1本今日2本、一番いい当たりのヒットはどれですか。そうですね、今日の2本はまずまず自分でも納得する当たりだと思います、はい。まあ、5対5になってまだ最優秀選手のチャンスが出てきましたので頑張ってください。はい、わかりました、原選手に伺いました、はい、8回の表バッター山倉、去年意外性の一発という山倉が登場です。5対5同点、8回の表セントラルの攻撃、三塁ゴロ、羽田がワンバンドの送球で柏原を送りまして2アウト、ランナーなし。マウンド上がこの前の回から登板の山田、5対5同点になりました。これは山田投手に勝ち投手の目も出てまいりました。8回の表2アウトランナーなしでバッターボックスに岡田が登場です。山田中澤という阪急バッテリー、岡田選手はオールスターこれまで6ゲームでホームランが1本、三遊間また肌、8回の表セントラルは簡単に3人で攻撃を終わりました、まあ、このあたりは山田のうまさですか野村。そうですね、本当にまあ自在ですね、山田投手は7回8回と、原にヒット1本打たれ山本浩二にフォアボールを出しましたが2イニングスを無得点に抑えまして試合は8回の裏に進んでまいります。5対5同点。